え、なんかちょっとやばそうなパーティー来たな。足で掘り杖なんだっけ、ウオノラゴン、ファイアロー、アマヨール、モノバレルか。落ちるんじゃないのこれ普通に。なんかサマヨールがいるからブラッキーから出したい気持ちもあるけど、きっと一人で札幌でカニラーメン食べてるんだよって。どんな、そのお昼ご飯だけのために遠出してんの。アローゼット来た、アローゼット来た。アローゼットか。え、これ台無したらさ、ポリゼの耐えられるんかな。耐えれそうな感じはするけどね。ダイドラグーン、いやー、ファイアロー倒したいんだよね。耐えることを信じよう。追い風でしょ、ファイアロー。マリーのコスプレでランクマッチ配信まだですか。私、クララちゃんのね、キャラデザ好きなんですよ。追い風でしょ？もう追い風じゃなかったら死ぬんですけど。追い風して。よし。追い風。いや、耐えるでしょ、これは。余裕よ。余裕。余裕すぎ。余裕すぎ。まあぶっちゃけ大ドラグ打つうまみないけど、まあ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 よし。めっちゃでもダメージやばいな。またノガスのコスプレでランクマッチ配信ちょ、誰か被り物を作ってよ私そんな器用じゃないから作れない。またドガスの被り物作っていいね。ここ、こうメインのやつと、こうね、ちっちゃいやつと。いや、うぜえ、ちょっと。モロバレル来てもうたー。まあいいや。大吉ね。カチーン。あって、ダイアーク、いやー、それ強いな。次のターン落とされちゃうな。メンヘラ女のモノマネしながらしてくれる。メンヘラ女か。そうか、クララちゃんってさ、メンヘラチックな感じだったよ。嫌いじゃないけどな。ああいう感じの子は。カラクリ大王のコスプレまだでしたね。カラクリ大王じゃあ誰か、あれちょうだい、ハゲ頭のあの、裏。あれ普通にでも売ってあるか。ダイアーク、これは残念ながらクレッシュは突破されてしまうか。カラクリダイオーってなんかあったっけ。なんかあの、なんかルビサファかなんかのさ、
あのイメージしかないな。あのちっちゃいドット絵のイメージしかないから。マニアックすぎ。ドンキーだな。ゴリランダのコスプレ。ゴリランダのコスプレは、なんかワンチャンできそうな感じするな。聖剣、いや聖剣ダメだわ。ツバメ返し。スマホ飛行半減日とかあり得ることもあるよね。あり得るっちゃあり得るね。マモリアンセ、かわいい色かぶ、トン、いや、悪の波動、え、めっちゃ入る、強すぎだろ。強すぎー。ウオノラゴン来た。ウオノラゴン、ウオノラゴン来たぞ。ウオノラゴンのでもね、エラガミね、ボコボコにされる可能性はあるの普通に。スカーフ臭くない？スカーフっぽいから、スカーフだと想定して動こう。守る、はい。え、ウオノラゴン何それ、ハチマキとか。いやー、なるほどね。さすがに倒せるでしょ。じゃあな、ハチマキかな。追い風のパーティーだったもんね。ハチマキかもしれん。よーし、もうあとは上から殴るだけのゲームだ。地震のが入るよね。いけ。いやー、ちょっと耐えられる。いや、そっちが早いんだ。まあどっちにしろ玉ダメで落ちるんで。オッケー。オッケー。ボルトロスが何もせずにたたずんでるのかわいそうなんだけど。せめて放電させてあげたかったな。大変ありがとうございました。